はい、今シール洗浄中で、サーモスタットが開くくらいに、今なりました、87度でサーモスタットが開いてますので、改善して、勢いよく流れ込んでいるのでサーモスタットは正常です。ただ意味がちょっと不調なので今見ます。ゆっくり沸くといいでしょ、ゆっくり沸くと、そうです、燃料は燃料が外れてないから、ゆっくりアクセルを上げると燃料がついていってない感じがします。急に、アクセルを入れると、スローボイスセンサーの信号で、加速ポンプのように燃料が出ると。ゆっくりアクセルを入れるときには、負圧によって影響するので、アクセル燃料が増量しないんじゃないかなって感じですけど、ちょっと今負圧の様子になって、負圧もね、今25とか6、7っていうと、このタペット割と大きくないから、そういった意味ではちょっとその想像予想する数値よりはだいぶその爆風の数値が少ない、低いです。これくらいの、タペット音だと、33から35、6あるんじゃないかなと思われるんですけどね、それちょっと単な話です。じゃあこれで、マップセンサーとかその辺がおかしいかなって感じがしますけど、もう一つこれから精査します。